大臣、お願いします。はい、山口県並びに秋田県における、イージス・アショアの配備を断念をするということになりました。山口と秋田の地元にはですね、この、断念の決定についてはご報告されたんですか。今後我が国のミサイル防衛、どのようにやっていくのか、NSC でも議論をいたしますし、与党ともしっかり意見交換をしながら進めてまいりたいと思います。また日米間でも当然にこのミサイル防衛に関する議論、引き続き協議を続けていきたいというふうに。